出勤前に偶然お見かけして気になっちゃったから。すっごく疲れた顔してますよ。人生終わったっていうくらいの。それは合ってるかな。やっぱり当たった。やった。過去にね、最後のパエリアっていう動画を、動画じゃないな、配信をして、そしてその翌日に、翌日かな、1週間後ぐらいに、会社の後輩がそれを見て、全ての部署に拡散してしまって、ちょっとね、めんどくせえなってなっちゃってさ、でそれが5年ぐらいの時を経て、今度はな、大石さんにもこうやって迷惑かけててさ、あの動画は闇だよ、悪魔、ほんと俺のせいだ、で今日ちょっと酒ぐらい飲ませていただきたいなって思ってるわ、あー違う、全然やったじゃない、ごめんなさい。ハイト君優しい感じがする私の第一印象って結構当たるんだよ。花ちゃんが言うなら間違いねえや。特に目、ハイト君目が優しいよ。じー、なんだよなんだよ、見つめ返すのは反則、恥ずかしくなっちゃうでしょ。ハイト君もう少しお酒を用意する？私まだハイト君とお話ししたいな。いいよ、もちろん。いやもう嬉しい、たくさん飲もう今日は。なんだって6枚あるから、3000枚あるからね今日ね。何飲むの？そうなの。じゃあ敬語はやめます。サンキュー。なに、はい、ハイちゃんって優しい人なんじゃん。はい、そんな人をクビにする会社とかだるいって。嬉しいですね。いなくなれてむしろアゲでしょ。アゲアゲ、そういう風に言ってくれて嬉しい。ハイちゃん嬉しいっす。いや会社はむしろ俺によくしてくれたんで、今ではなんとかやってます。普通に偉いね、ハイちゃん。はい、はい、クビにした会社を悪く言わないとか尊敬なんだけど。ああ恐縮です。よく言われるでしょ。はい、ハイちゃんは優しくて立派でいい人だって、はい、そうですかね。そうかな、そうかもしれません。もっと言ってほしいです、もっと言ってほしいです、リンさん、もっと言って。ハイちゃん、あら、優しくて立派でいい人だね。はい、本当優しくて立派でいい人ね。優しくて立派でいい人だもんね。これでいい。やばい、この子いいな、もっといじめてほしい、もっといじめて。ああね、一応言っておくね、これだけは真面目に。はい、いやいつも真面目だけど、はい、マジの真面目に。はい、人との出会いってめっちゃ重要でしょ、人生においてさ。だから私、ハイちゃんとの出会いに感謝だよ。ダメなとこもたくさんあるかもだけど、できるだけ頑張るから、これからよろしくね。はい。はっつー、何言ってんの私、ウケるね。まあでもそういうことだから、ちゃんと聞いた？OK、 もう言わない。あと他の子もいい子ばかりだからね。迷うね。このことは気に入ってくれると思うよ。迷うな。何回か話してみて。片目、右目が光ったわ、片目だわ。で真っ赤の演出、これさっき勝った、真っ赤は勝った。うわー、21,500、マジか、11万だ、119,000円。もう一回リールロック、固め、今さっきこの演出では勝ちで、真っ赤だったり、真っ赤、真っ赤声、真っ赤、真っ赤、あー白背景、どうだどうだどうだ、あーくそ、うっす、もう一回だ、固めだ、真っ赤だったり、真っ赤、真っ赤きた、真っ赤きた、真っ赤勝ち。はあ、ふざけんな、もう一回。両目きた、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 これは勝ちだわ。両目だ、両目、両目、両目あい、両目あい、両目あい、両目、両目。ちょ、レバー音準備するわ。ちょっと待って。あと2万で取り戻せる。あと2万、あと2万、あと2万な。
ストリーマーカイドロク、カイドロクレバーオン来た。両目両目真っ赤、両目なら大丈夫、安心できる、絶対安心できる。EA でテーブル変えて、これテーブル変えて、これでいいわ多分これ、うん、これで絆天然無限包容、両目片目でいいよ。赤ビリビリは、ビリビリはそう来たよ。赤赤赤来た。それえなんで金ないけどできるぞ、なんかマクロ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 絶対マクロ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 、よし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 、2連な、2連中な、3連3連しよう3連しよう、今上がってんだから、勝ち分上がってんだから、これ突っ張る時だわ、これ突っ張る時だわ、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 突っ張るときだわ。よしよしよし、いいねいいね、今いいよいいよ、今優遇区間、優遇区間大丈夫、サマイまだ大丈夫、いけるいけるで、いけるいけるいける、強チャンス目、よっしゃいいえ、はい、有利区間切った、はい切りました、腹切りドライブ終了しました、はいいいです、もうこれでいいです、入店、はい、危ねえ、もういいなあいいなあ、ちょっとおしっこいってきていい、ちょっとごめん、ちょっとあれだわ、ちょっとこれあれだわ、バケツがねえから今日行かないとダメだわ、僕は島味だが好きだわ、シチューあ、みやかちゃんシチューが好きなの、好き、熱々のが火傷するくらい、わかるよ、俺もさ冷たいか熱いのかが好きなんだよ俺、だからねつけ麺とかもさ俺熱盛りでって言うんだよね、中途半端がやっぱ好きじゃなくてぬるいっていうのが、うん、そうなんだ、ビーフシチュー派それともクリームシチュー派、ブッフブルギニョン、ブッフブルギニョン韓国語、何それ海外のアーティスト、違う、バカバカ、ブッフブルギニョン、うん、フランス、ブルゴーニュ地方のビーフシチュー、へえ、学があるんだね、じゃあちょっとプレゼント出そうかな、そろそろ雰囲気も良くなったし、みよちゃんにパンティー買ってきたよ、よかったらこれ受け取ってくれる、気に入ってくれると嬉しいんだけど、バカ、嬉しいけど、あー、なんか恥ずかしい、どういう顔していいかわからない、うん、あのさエッチな話は嫌いとは言わなかったからね、エッチな話は困るだったから、エッチには興味関心はきっとある子なんだろうな、はいと、危険だ、戻れなくなりそうだ、ねえねえはいとちゃん、手押し相撲しない、手押し相撲、ハイトちゃんは私に勝てるかな、勝つといいことがあるとか、ありがとうハイトちゃん、こっち移動するよ、手押し相撲、あ待って、わお、イッカルファンクもう履いてくれてる、おい俺が渡したパンツ、トイレで着替えてくれた、俺がパン渡したパンツ履いてくれたよ、隠すのも悪くない、ぬいぐるみとパジャマ、まあちょっとぬいぐるみ買いこうかな、これ GPS が仕込んでるんですけど、まあきっと喜んでくれるかなって思うんで、渡しましょうか、よかったらこれ受け取ってくれない、気に入ってくれると嬉しいんだけど、いいの、ニアだね、ニアピンだね、ありがとう、普通に嬉しいと思ってしまった、でもこういう可愛らしいもの好きなんだね、うん、ハイト、
隠し事ある？え？隠し事？ミヤちゃんに対してないと思うけど、ないよ。落ち着け。私に対してじゃない。全てにおいて？全てにおいて。え？僕がもしかして、あの配信でビジネス離婚したりとかしてること？実はしてないのに、してみんなに嘘ついて荒稼ぎしてるっていうこと？そんなことないだろうが。うん、隠す相手もいないし、でも隠し事っていうか、あえて言ってないことなら、こういうゲームって多分クリスマスビンドとかあったりするんだろう。多分かなりこれやばいぞ今。ミアちゃん多分びしょびしょだよ今。びしょびしょだよ今。でしかも飲んで下にこれ捨ててないよねこれ待って俺さ、毎回これ下に捨ててないよねこれ。角度が捨ててるんだよなこれ。傷つく。あ、1日1回なんだプレゼント。あ、そうなんだ。犬飼ってんだ。うん、チワワ。名前はチワワだからワワって言うんだよ。すっごく可愛いんだ。ワワチンって呼ぶと尻尾を振って近づいてきてくれるし、寝る時もいつも一緒にベッドで寝てるの。お散歩も大好きでね。だからお休みの日は必ずと言っていいほど近くの大きい公園に一緒にお散歩に行くんだ。この間もそう。そうなんだ。俺も犬好きだよ。本当に？じゃあいつかハイト君にママチンを撫でてもらいたいな。俺もチンチン撫でてほしい。ハイト君もママチンのことを大好きになってくれると思う。俺のチンチン撫でてほしいな。うん、ママチンはいいけど俺のチンチン撫でてくれないかな。それもあるかも。ママチン私のこと大好きだからね。でもじゃあ打つしかねえか。やっぱからくりか。からくり打つか。からくり打つはデウスエスマキだ。リプレイを2回揃えろ。この動きなんだよ。これを書きゃ装填ラッシュだろ。おー、勝った。もうじゃあ実質負けだから、3万勝ちぐらいしたいな。これでもいい台だと思うわ。今日いい日だと思うわ。1日の日。うん。やっぱ忍び魂か。オーケー。忍び魂行こう。月光の時てんてて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 。あー、実質勝ちだな。もうやっぱりこれしかない。ガルパン、あんこう祭り、あんこう祭りお願いします。あんこう祭り。よしよしよし。待って、でも今日いい日だな。そんなに負けねえし、そんなに勝たねえから、ワンチャン打ってもいいかもしんない。うん。超時空アーマコーダマックロスフロンティア超時空中を狙え。運命の左か右、シェリルノーム左だチェリー。あおい、あれするわ。ベトナム行くわ。モンハン月下雷鳴打つわ。ベトナム行ってくるわ。モンハン月下雷鳴行くわ。神王が、青七神王が、しびれ穴だ、落とし穴だ、まだまだ、まだまだ。6000円実質勝ちだな。ベトナムって絆打つわ。絆ワン打つわ。絆ワン打つわ。ドゥルル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 ルソードビーフズ家の裸足すべけのためにミヤの思い常に左の曲ね。
ゃじ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 ゃ水のように優しく風のようにハッチュは俺10回までやってないんだが。うわごめん、うわ会えただけで幸せかも。ごめんちょっと待って、失礼、ごめんなさい、失礼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 、現役だった、ごめん、あの現役だった、酒が現役だった。今だけでいい、ハイトちゃん可愛いって言って。もちろんだと思う、言うよ、うん、もちろん、みゆかちゃん可愛いよ。やった言ってくれた、やったやった。いやマジでこの子でよかったと今心の底から思っている瞬間でございます。満足、今日はよく寝れる、ありがとうハイトちゃん。ありがとうミユカちゃん。ねえねえハイトちゃん、あっち行く。あっち、ハイトちゃんにいっぱい癒しをあげたい、受け取ってほしい私の癒し。拒否権はないよ、ハイトちゃんは私に癒されるの。何かが始まりそうです、身を任せますか。もちろん、ありがとうハイトちゃん、こっち移動するよ。マッサージでも始まるか。ここからは ASMR シーンです。デスクトップ、ちょっとじゃあ聞かせていただきます。はい、すいません、聞きますね、ちょっと聞きますね、うん、ちょっと聞かせていきます、ちょっとすいません、聞かせていきます。硬くなってるって言われてます。やばいんだけどこれ。マジで、え、すごい、イヤホンが右から左に移動するわ。私がすぐ楽にしてあげるからね。すごいです、辛い時はちゃんと私に言ってね。しかも、言ったら先っちょもちょっと濡れてる。なんでこんなに、このゲームすごいな、 ASMR でこんな先っちょがすごいな。これいや、ミュウがすごいわ。クソ威嚇性や。ああクソ威嚇性や、ああ威嚇性や、これ最高だわ、これで酒飲めるわ。ああこれがさ、炙ってる匂いするんだよね、これ炙りの匂いが。ああみゆちゃん気持ちいい、これ気持ちいい。ちょっと待って、これ本当にやばいぞ、すごいな。多分ね、多分肩こりのこと言ってると思うんだけど、こんなに硬くなってる、私にできるかなとか言うのよ。いや本当だよ、本当で嘘言ってねえよ。これやばい、すごい、すごい、いつものミュージョンじゃない、これ配信させてくれよ、これすごいぞ、これすごいわ。
ねえ、倒れたら大変だよ。私に会えなくなっちゃうんだから、私に会いたいでしょ？会いたいよね？じゃあ溜まってないでって言うんだよ。すごい。すごかったです。最後キスまでできました。はい。体を動かすのも悪くない。やばい、今日金本当に持ってかれる。いや、尻がいいな、本当。いただきます。私にはどうお答えすればいいのか分かりません。いや、お前、何か他にお手伝いできることはありますか？うっせうっせ、これだけは許せないみたいなのある？うん、体成長してるから。あー、そっか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 、今着てるの小さくなって。そっか、萌ちゃんは育ち盛りなんだもんな。私もまだ育ってる。そうなんだ、身長がまだ伸びてるとか。いいな、うん、だよな、だよな。そうか、まだ胸が大きくなっちゃうんだ。ハイト好き？胸大きいの好きだよ。うん、パイパイ大きいの好き。うん、じゃあ柔らかさ。柔らかいのが好きだ。柔らかいのが好きだな。触る？いた！確かめる？椅子が壊れた。ちょっと椅子が首が痛い。最悪、首が痛い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 、触りたい、首が痛いけど触りたい、触りたい。そうだ、ハイト、私についてきて。ん？不安？あ、出た。大丈夫、私を信じて。してあげたいことあるだけだから、お願い、一緒に行こう。してくれてるわ。いいよ、してほしい、トントンして、ははん、トントンしてほしい。硬くなってる、もう肩がじゃない。ああ、いいな、いいな。ポカポカするよ、ポカポカ。あー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。うん、うん、気持ちいい。うん、気持ちいい、本当に気持ちいい。もいもい？もいもいしてくれんの？トントンからもいもい？ああ、いいね。もいもいが一番いいや。もいもいして。自分でしてる？そうだな、辛い時はやっぱり自分だな、うん、自分だ。え、みゆちゃんも自分でするのが好きだろ？すげえ、マッサージ機。うわ、耳、ちょっと耳やばい、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 耳やばいわ、耳やばい。うん、すごい、耳やばい、耳すげえ、マジで。あー、すごいすごい、あー、耳がやばい。あー
た？何があったの？ハイトの顔見て会いに来てくれたから。え、ミュウちゃんって言ったら喜ぶ？そうだね、本心で言ってくれたら嬉しいよ。犬みたいに尻尾振って喜ぶ？喜ぶよ、尻尾振ってね。わー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 、ミュウちゃんのためだったら何でもするよ。尻尾振ったりしてね、わーわー。ハイト、会いに来てくれてありがとう。でも終わらない愛もあるよ、一生添い遂げる人たちもたくさんいるから。ハイト、私と終わらない愛したい。したいしたい。ハイト、顔がエッチになった。何考えてるの、エッチ野郎。違うって、そんなこと考えてないよ。そんなこと、どんなこと、詳しく教えてよ。いらっしゃいませ。いねえのかお。帰る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 、菓子折り飲んで帰る。今日は帰る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 。なんだ、つまんない。私ってそんなに魅力ない？魅力的な人だよ、はウケるって。ウケるというか、ちょっと恥ずかしくなっちゃうレベルなんだけど。ありがとうね。それで、私の休日だっけ？逆に何してると思う？凛ちゃん？なんかギャップが好きだから、洋服とか買いに行かないでほしい。友達と遊ばないし、引きこもっててほしい。これ俺の願望、引きこもっててほしい。最近はそれがほとんどかな。漫画積みまくっちゃってるし、アニメも今期追いつけてないよ。この間の休みの日は一人で駅前のカラオケに行ったかな。自分の歌いたいやつだけ歌い倒した。あー、ちゃんはこの間の休みの日は何してたの？女の子とチューでもしてた？まあパチンコしてしましたね。ああね、相手いないとできないもんね。じゃあ私がしてあげよっか。はい、投げキッス、チュ。今はこれで我慢だよ。やばい、ハイちゃんといると時間があっという間なんだけど。どうしよっか。もう少しお酒とか飲んで付き合ってくれたりする？やったね、はい、あとちょっとで寂しくなるところだったよ。何飲む感じ？あ、ウーロンハイで。私もいただいていい？はい。あ、じゃあワインとかどうでしょうか？好きなんだよね、これ。だって美味しいじゃん。じゃあ今日はグイグイ来るね、どうしたの？接客をきちんとしようって思ったの。おもてなしってやつだってさ、考えてみてよ。ハイちゃんはわざわざお金を払って私に会いに来てくれてるわけ。お金だよ、お金。世界中で価値があるとされてるお金。そのお金を使って私に会いに来てくれてるんだよ。そうだね、うん、やばいよね。そこまでしてもらっちゃってるんだって気づいたら、半端な接客とかしてらんないよ。りんちゃん、思った以上に真面目なんだな。ケツの位置が違うな。かいちゃん、スマホ？ハマってるアプリとかある？スマホのアプリ？ああ、僕のハマってるアプリ、みんなに教えるよ。僕のね、ハマってるアプリはこれなんだ。最近ね、ずっとハマってて、一人で天井を見ながらやってるアプリがあってね。え？それが何かってかい？これなんだよね。知ってる人いたら嬉しいんだけどね。僕がやってるアプリはね、このアプリなんだ。このね、このジャンプってボタンを押して、これでこうやってね、こうやって登るやつなんだよね、これね。うん、こういうふうに、あ、今死んじゃったね、これね。うん、これをね、僕ずっと一人でやってるんだよ、これ。うん、こうやってね、行くよ、こうやってね、ジャンプしてね、こうやってジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、こうやって捕まって、こうやってジャンプして、こうやって捕まって、こうやってジャンプ。このね、コウモリに当たるとね、これコウモリに当たると死んじゃうんだ。
コウモリに当たらないようにして、こうやってね、登っていくやつなんだけどね、これ、うん、これをね、ずっとやってる。これを僕ね、ずっとやってるんだ。うん。これをね、ずっとやってるの。これを。うん、これずっとやってる。これを、ほんとね、最近ね、ずっとやってる。配信しない時間。あ、死んじゃった。死んじゃったよ。うん。死んじゃった。これをずーっとやってんだ、うん、ずっとな。そう、でもゲームはもういいや。ゲームはもういい。今でも日課に追われてるし、これ以上増やしたら楽しめない。あら、遠慮なんかしないでどんどん食べてね。ハイト、ありがとう。無職なのにこんな高級なお肉。無職じゃないよね。以上いろいろしてるんだよ。みゆちゃん知ってるよね。知ってて言ってんだよね。知ってて言った。はいと、はい、あーん、あーん、いじめてしまった。お詫び。あ、してないね。一回だけ。はい、あーん、あん、ん、あ、猫、猫だな。じゃあもう一回、もう一回だ。あ、あ、あ、このあんは、早くしてよ。いつも会いに来てくれてありがとうのあん。待って、なんか、早く、早く、あん、してよ。あん。何でもお見通し。人生で一番くらいのお肉だった。はありがとう、ハイト。ハイトも満足？大満足だよ。あん、してもらってなくない？あんしてあげる。ホテルは？そして気が向いたら。じゃあホテルは？ここで解散。